道の駅巡り博多 SC パークの紹介をしていきます。しまなみ海道の博多島のインターを降りてすぐのところにある道の駅となっています。目の前にはビーチが広がり、砂浜があり、そして大島と結ぶ大島博多大橋を見ながらゆっくりとできる道の駅となっています。イートインの施設、そして外で軽食を食べれる施設、お土産施設、お手洗いなどがあります。自動販売機もあります。自転車もゆったりと止めることができますよ。近くにはキャンプ場も広がっています。今回は外で博多の塩のアイスクリームをいただきましたよ。あと塩むすびも食べれます。この博多の塩ソフトクリーム、バニラの中に塩気が入っていて、いい感じで美味しい風味が広がってたまりません。これを海の潮風を浴びながら食べるのが何とも言えない贅沢な味わいになります。そして塩おにぎりも塩辛くなく優しいお味で広がってくるので、何とも贅沢なお米の味わいを楽しむことができます。博多島特産のものを買うこともできますよ。そしてお土産施設の中では様々なしまなみ海道などのお土産も買うことができます。ここは博多八景に選ばれている一つの箇所となっています。ゆっくりと海を見ながらのんびりと博多島の島時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。道の駅博多 SC パークの紹介でした。